皆さんどうもこんにちは。いつもの紫、うぷ主のみーです。いつもの可愛い霊夢ちゃんだよ。いつもの世話係マリサだぜ。ところでうぷ主なんでマイクラバージョンなんだよ。あ、これは今回実況するゲームがマイクラっぽいからだよ。大した理由じゃなかったぜ。今回実況するゲームは、なんとマイクラ版の GTA みたいなゲームなのよ。え、マイクラ版の GTA? マイクラっぽいキャラクターが、盗んで殺して強盗するゲームだよ。盗むも強盗も同じだろうが。しかもそれがオンラインで遊べるから、今回はオンラインで暴れまくるわよ。それじゃあ早速街で大暴れしていきましょう。さあまずは何をやらかそうかしら。本当にマイクラみてえなキャラだぜ。とりあえずあのドクロの服の人についていこうか。NPC とプレイヤーの判断って動き方の違いくらいか。まあそうね、あとヤバい運転してるのはプレイヤーね。さっきの人横道に入っちゃったから、とりあえず私は大通りを進むよ。車が爆発した。この街ではこういうことが日常茶飯事で起きます。治安悪いなんてもんじゃねえぞ。この街のいいところは、治安が悪いところです。それいいところじゃなくて思いっきり悪いところだわ。あの車交互に爆破し続けてるわね。あ、誰かのアイテムが落ちてる。洋服ち。え、アイテム見てたら突然即死したんだけど。爆風で死んだのかしら。さあ気を取り直して再スタートだ。おい、この近くでぶっ倒れてたらこのままずっと爆風で。うわぁ、ループだぁ。あれ?ちゃんと復活した。復活した地点がさっき死んだところとは別の場所だよ。なんだよ、復活地点って死んだ場所じゃねえんじゃねえか。いやぁ、とにかくループから脱出できてよかった。それじゃあ改めて人暴れしに行きましょう。お、こんなところにちょうどいい車が止まってるよ。誰のか名前書いてないし乗っていきましょうか。車に自分の名前書くやつがいるか。へっへっへっへ、この車はもう私のものだぜ。いやっくー。こいつ超絶車の運転が下手なんだぜ。あー、危ない危ない、危うくぶつかるところだったよ。思いっきりぶつかってたぜ。その辺に落ちてたトランクからバットを入手したよ。盗んだんだろうが。このバットを一体いつ使うのかというと、野球の試合ではなく、という風に使うと即牢や送りにされます。そりゃ警官の頭バットでぶん殴ったら捕まるだろうよ。よっしゃー、見張りを倒したぞ。クックックック、見張りのアイテムを強奪させてもらうわよ。おお、手錠に拳銃に警官の服まで持ってる。ちょ、見張りが復活して撃たれてるぜ。じゃあ、ちょ、あんたやめなさい。そうだそうだ、牢屋内で発砲するなんて。ふう、ようやく出所した。よくもやってくれたわね、このポリスメンども、お前らが悪いんだろうが。はっはっはっは、警察署内に侵入したぞ。おい、この警官ぶっ倒れてるけど大丈夫かよ。大丈夫大丈夫、なんてことないわよ。あ、こんなところに銃が無造作に置いてあるよ。ち、見張りの警官が邪魔ね。急いで取って逃げよう。警官の目の前で堂々と盗む奴お前らくらいだぜ。こらー、貴様ら何をやっておる。拳銃を盗んだだけじゃダメだ、銃弾も一緒に持っていかないと。よし、一箱ゲットしたわよ。逃げろー。なんか塀の近くで暴動が起こってるよ。車の上に乗って暴れてるぜ。一体何をやっているのかしら。みんなあの人を避けているんだぜ。あ、あれ、体が動きづらくなっちゃった。ほ、ほんと、動けない。この下半身すっぽんぽんおっさん何かしやがったな。はっはっはっは、どうだ、変態の力だ。くぅー、まったく動けなくなっちゃった。ちょ、変態元に戻しなさいよ。じゃあねえ。待てこらー。くっくっくっく、しょうがないな。体が動くようになったわよ。待てこら変態ー。お次はおなじみマリオメーカーを実況していきます。なんか久しぶりな気もするぜ。そうね、前に実況した時は20年前だったかしら。うぷ主こいつに構わず進めてくれ。それでは今回も張り切ってやっていきましょう。最初は思わずと思ってしまうコースです。え、フライングだ。え、ゴールどこにあるんだ。で、お前なんかリアクションしろよ。え、こっちじゃなくてコースの方にだよ。おお、こりゃすごい。ゴールがないと見せかけて、砲台が突如動くという、びっくりコースでした。間に入ると当然死ぬけどね。この時点で上下する床が見えてないのが不思議だぜ。ほんとだ。どういう仕組みなんだろうね。僕がなぜ赤い帽子をかぶっているのかくらい不思議でしょ。いやそれより不思議だぜ。
あ、これまた挟まれるんじゃ。はっはっは、大丈夫だった。お次はボム兵の驚くべきコースです。ボム兵が何かやるのか。きっと爆破するのよ、そりゃそうだろうよ。ふっふっふっふ。こうしてボム兵をどんどん集めて。一箇所に何匹も集められてるぜ。なんかすごいことになってるよ。おいマリオ、僕たちをこんなに集めて何する気だ。それはもちろん秘密だよ。ろくでもねえことっていうのは確かだぜ。どんだけ集めてるのよ。ふっふっふっふ。もう間もなくもう間もなく。綺麗な花火だぜ。あれだけ集めや爆発も派手になるよな。いかがでしたか、ボム兵の集大成は。素晴らしい爆発だったわよ。次はクリボーでも寄せ集めようかな。ただ潰れるだけだぜ。お次はとてもシュールなコースです。雲が変な目で変な動きのマリオを見るですって。変な目で見るのは雲だけじゃないと思うぜ。マリオを変な目で見るのはこの雲くん。全然変な目なんかしそうにないけどね。ええ、とっても可愛らしいつぶらな瞳でこちらを見ているわよ。それじゃあ実際にマリオに変な動きをしてもらいましょう。喉に骨が刺さったらご飯を飲むといいって聞くよね。あれほんとかしら。それやっちゃダメだぜ。あの亀邪魔だな。ぶっ飛ばしてやるぜ。なんて物騒な連中だ。あ、ここにちょうどいい骨が。って喉に骨刺さったー。すぐに吐き出すんだ。何すんじゃこらー。あ、これ攻撃できるんだ。なるほど、喉に骨が刺さったら亀に向かって吐き出せばいいんだね。言い訳ねー。だいたいカロンが硬いからクッパがダメージを食らうんだよ。カロン、お前が悪い。むちゃくちゃなこと言われて納得しちゃってるぜ。カロンが柔らかい素材でできてたらノーダメージだもんな。よし、さっさと倒しちゃって。はいよ。今日はマリオとヨッシー仲良しだね。そりゃあここ通りたいのにこいつがいるから。やったぜ。まさかクッパ様が骨でやられるとは。骨でも倒そうと思えば倒せるのよ。皆さんももし喉に骨が詰まったら亀に向かって吐き出してみてくださいね。絶対治らねえ。お次は絶対にありえないコースよ。なんか絶対にありえないマリオみたいだな。ブロックの中に埋まっちゃってる。おい霊夢、これどうやってゴールするんだよ。こうなってしまったらもう不可能ね。え、じゃあどうやったらゴールできるの。誰かー、頼むからこのブロックぶっ壊してゴールさせてくれー。こりゃ絶対にありえねえな。さあこの状態で横に進むのよ。なんかゴールできちゃった。マリオはブロックだろうがなんだろうが貫通できるのよ。あ、ありえない。お次は絶対にありえないマリオのコーナーです。絶対にありえないマリオの方も、マリオメーカーのスピランの時みたいに真面目にやってほしいもんだぜ。ええ、全くその通りね。今回の絶対にありえないマリオは、マリオが活躍する話じゃないんだ。え、じゃあ一体誰が、早く見てみましょうよ。さあ今回の主役はキノピオだよ。それでは見ていくよ。ドンキーねー。ナイスヘディング。何かものすごい音がするな。ラグビーボールってことは。押しちゃうぞ。ああ体が。何よこれー。部活の勧誘だよ。僕はどこにいるでしょう。見つけた。かくれんぼかよ。ポチッとな。シートベルトの着用をお願いします。シートベルトなんかないよ。喧嘩だー。瞬間移動したよ。キノコさようなら。よいしょ。最初から待ち構えてたのかよ。キノピオー。よー。あなた誰。今日は構ってくれないんか。あー、押してやる。あー、もう一回だ。何の御用だ。新しいペット買ったんだ。綺麗よ。いい加減壊れないかな。そして燃えろー。行け、我が子たち。すごいよ、爆弾避けてる。今度こそやってやりたい。やってやれ。まだまだ考えが甘いな。誰かー、変な人が。僕だよ、ルイージだよ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい、GTA 本家よりも暴れまくってたんだぜ。それじゃあまた次回も勝負しような。